新潟に巨大資源が眠っています。皆さんこんにちは、ネックス工業の未来です。皆さんは新潟県に眠る巨大ガス田についてご存知でしょうか？日本はエネルギー資源に乏しい国ですが、実は日本国内にも油田やガス田は存在します。新潟県の油田は戦前から開発されており、1920年頃の国内石油生産量は当時の石油需要の約 75% を賄っていました。しかしエンジンの燃料等の需要が高まると、国内の石油生産能力では賄うことができなくなり、海外からの輸入に頼るようになります。太平洋戦争では日本国内の石油関連施設はアメリカ軍の攻撃を受け破壊され、現在はほとんどの石油を海外からの輸入に頼る状況です。エネルギーの確保は日本にとって最重要課題であり、国内の油田開発が注目を集めています。そこで今回は新潟の巨大油田ガス田にフォーカスしていきます。この動画では新潟の油田の価値やなぜ新潟に多いのかという点についても解説していきます。この動画の最後では新潟での資源開発の進捗についてもお話ししていきますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。まずは新潟の石油天然ガスの産出量ですが、国内ナンバーワンの規模を誇ります。2021年のデータによると、新潟の原油の生産量は316,883kl で、国内生産の 64.6% を占めています。同様に天然ガスの生産量は176,411万立方メートルで、国内生産の 76.6% を占めています。ただこの量は日本の消費量から考えれば微々たる量に過ぎません。加えて日本で石油や天然ガスが採掘されていることを知っている方は少ないのが現状です。新潟の石油開発の歴史は古く、日本書紀に登場します。668年に越の国から燃える水、すなわち原油が天皇に献上されたと書かれています。昔から原油は明かりや防腐剤などに使われていました。明治時代に入ると全国有数の産油県となり、日本一の産油量を誇った新津油田のある新潟市秋葉区は石油の里として知られます。歴史ある新潟の油田が近年再注目されています。原油価格が高騰し、国内で採掘するメリットが大きくなっているためです。そもそも油田やガス田は埋蔵量を正確に把握することが困難です。さらに採掘技術の進歩によって、これまで掘れなかったところも掘れるようになることもあります。そのため新潟に埋蔵する天然ガスと石油の価値は正確にはわかりません。ただ現時点の天然ガスの推定埋蔵量は約1000億立方メートルです。2021年の天然ガスの平均卸売価格は約40円毎立方メートルなので、新潟県に埋蔵する天然ガスの価値は約4兆円となります。同様に原油の埋蔵量は推定で約1億キロリットルです。2021年の原油の平均卸売価格は約6000円毎キロリットルなので、新潟県に埋蔵する原油の価値は約6兆円となります。天然ガスの4兆円と石油の6兆円を合わせて約10兆円の価値があるということになります。これはあくまで目安であり、様々な要因によって変動する可能性がありますが、それでも巨額の価値のエネルギー資源が眠っていると言えます。では、なぜ新潟に油田、ガス田が多いのか、という点についてお話ししていきます。新潟が地質学的に特殊な場所に位置していることが最大の理由です。新潟は日本海プレートと北アメリカプレートの境界にある断層帯にあります。この断層帯は地殻が歪んで割れ目や隆起が発生しやすい場所で、石油や天然ガスを含む岩石層や貯留層が形成されやすいのです。一般的な油田の形成メカニズムは次のようなものであると言われています。まず微生物の遺骸が水底にたまり、堆積した有機物は通常は分解されてしまうのですが、
水底付近に酸素が少ないと分解が進まず、有機物を大量に含む泥の地層が形成されます。次に地盤が沈降する場所では堆積物が厚くたまり、その圧力で有機物を含む血岩が地底深くに押し出され、地温が100度前後になると有機物が原油へと変化していきます。原油が生成されると、原油は水よりも密度が低いため、再び地表へ向かって上昇します。上昇時に岩石に蓋をされたように覆われると、その直下に石油が溜まっていきます。これが油田となります。つまり、原油は地下の洞窟や穴などに池のように溜まっているわけではなく、水と一緒に隙間の多い貯留岩の中を満たしているというわけです。原油やガスが貯蔵されている場所は、地層が集極し、反射構造になっています。日本列島は、海洋プレートの運動によって東西に圧縮され続けているため、地層が北北東から南南西に伸びる大きな集極構造を成しています。その結果、新潟の中越地方から上越地方を中心とした日本海にかけての地域で集極構造が発達し、油ガス電池帯が形成されているのです。新潟では、油田、ガス田開発へ向けての動きが加速しています。石油資源開発会社、インペックスは新潟県内5カ所で、原油、天然ガスを生産しています。生産した天然ガスは、ガスパイプライン網で供給し、一部のガス田では地下貯蔵も行っています。インペックスは新たに新潟でガス田の炭鉱をスタートさせる計画を発表しており、順調に計画が進めば2026年にも商業化する予定です。さらに水素製造も計画されています。水素は次世代のエネルギーとして期待を集めており、水素製造は大きなテーマです。水素は製造過程により、グレー、ブルー、グリーンの3種類に分けられます。グレー水素は、天然ガスや石炭などの化石燃料を利用して作られる水素です。製造過程では多くの CO2 が大気中に排出されます。ブルー水素も同様に化石燃料を利用して作られる水素です。しかし、CO2 回収技術により、回収した CO2 を貯留したり、他の産業プロセスで利用することで排出量を削減しています。グリーン水素は、その名が示す通り、最もクリーンな水素で、製造過程で CO2 は排出されません。洋上風力などの再生可能エネルギーを利用し、水を電気分解することで作られます。インペックスは新潟の石油や天然ガスを使用して、ブルー水素を製造する取り組みも行っています。ブルー水素の製造・利用実証設備の建設を新潟県柏崎市で本格的に始めており、2025年8月頃から年700トン規模の水素を作り、水素発電やアンモニア生産に活用する見通しです。水素製造で発生する CO2 を枯渇ガス田に圧入するという製造方法で、日本国内としては初めてのブルー水素製造施設となります。インペックス滝本俊明取締役本部長は、国産の天然ガスを使ってクリーンな水素、CO2 を出さない水素を作る、国内で初めての事業とコメントしています。行政としても水素社会への移行という動きの中で大きな一歩であると評価しており、柏崎市、桜井正宏市長は、エネルギーの歴史を作ってきた柏崎市にとって本当にありがたい名誉な話であり、非常に大きな期待が寄せられると話しました。これまでエネルギーといえば石油や天然ガスだけが注目されてきましたが、ブルー水素のように水素という新たな切り口が見えつつあります。新潟の油田、天然ガス田がこれまで以上に大きな意味を持つことは確実で、インペックスの資源開発に注目していきたいところです。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そして、この動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また、X と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは、今回の動画は以上です。
また次の動画でお会いしましょう。